一工事中の様子。下流側には、干潟が広がり、環境に配慮した工法が取られている。2006年12月、右岸側より撮影。工事中の様子。干潟のない北側は、シュゲタが仮設され始めている。2007年8月、左岸より撮影。淡白作大橋は、 吉野川の川口から約 1.8km 上流にかかる橋梁。徳島県徳島市住吉6丁目と徳島市川内町鶴島とを結び、東環状線整備計画のようとなっており、徳島県道29号徳島環状線が通る。橋町線 291m は河川にかかる道路橋としては四国最長。 計画時より長い間東環状大橋と呼ばれて、いたが完成直前に名称を公募し、2012年2月13日に正式名称を淡白鷺大橋と決定した後、4月25日に開通。都市計画道路徳島東環状線、淡白鷺大橋建設事業として、平成23年度前検証を受賞。また、 公益社団法人土木学会より2012年度の土木学会田中賞も受賞した。建設中の阿波白鷺大橋2011年5月26日撮影当該橋梁は徳島市中心部の慢性的な渋滞を緩和する目的で建設が進められた。しかし、建設地の右岸側には絶滅危惧種が生息する吉野川川口干潟があることから、 建設の是非をめぐっては、渋滞の解消と、日潟の保護のどちらを優先すべきか、徳島市民の間で賛否が分かれた。当初は、推定トンネルによって、日潟を回避する案も検討されたが、かさむ、建設費や付近を走るメジアンライン等の問題があったため、最終的には、橋梁案が採用された。この計画には、日潟を守るための様々な工夫が盛り込まれている。 橋梁の建設予定地のすぐ下流にも干潟があるため、2001年の計画策定時点から環境保護団体や住民団体による反対運動が継続している。工事着工以前には計画を中断し、環境への影響を策定することを要望する意見が見られたものの、工事着工後の運動は下火となっている。代わって東大橋より下流に 四国横断自動車道の延長に伴う橋梁の建設が計画されており、東環状大橋を利用するなどの建設ルートの見直しの要望がなされている。自然保護の働きかけの成果として、県の環境影響評価条例の対象ではなかったものの、異例の長期調査が実施された。調査機関は、 工事着手前の平成15年度から開通後2年間を含む平成25年度までである。また、その結果は、吉野川の自然に関する貴重なデータであり、環境学習や環境保全活動などの場で活用されることにより、県民の自然環境保全への意識向上につながることを期待し、徳島県によって、あわしら大橋環境モニタリング調査結果の GIS データの公開として公開されている。ありがとうございます。